LINE は TRUE、 あなたは信じる、しばたり転がる投資です。紹介中の玉小雪です。アンバサダーの問いです。はい、まあ今までね、僕たち予言といったら、まあ、例えば人だったり、うん、でコンピューターがした予言だったり、うん、はたまた漫画だったり、まあ、いろんなジャンルの予言を取り扱ってきたわけですよ。今年はでもやばいなと思っております。また予言ですか。本当にやばい予言が出てきちゃったんですね。しかもその予言は、はい、今までは漫画とか書に残ってたけど、うん、残されてない予言なんですよ。ほう、どう、新しい切り口なんでわかるんですか、残されてなかったのに、はい、今回紹介したい人物から言いますわ、はい、この方なんです。アイザック・ニュートン。おー、はい、天才科学者ってイメージありますでしょ。ほう、しかしこんな天才科学者が実は残していた、はい、とんでもない予言がなんと280年間も隠されていたんですよ。え、ちなみにニュートンと言ったら、それはもうやっぱりリンゴが落ちて重力見つけたぜ、やった、万有引力の法則とか慣性の法則とか作用反作用の発見とかって有名ですけども、そうですね、他にも数学の微積分の確率など今の科学の基礎を作ったと言っても過言ではない人物なんです、はい、俺の友達ニュートンに切れ取ったけど微積分できなさすぎてお前が見つけたからやっていう、すげえ理不尽な切れ方しようと言う、そいつおるよな、俺も切れたもんなまだ学者としてだけだよな。当時のイギリスの根幹に関わる非常に重要な法律造幣局の長官も務めてたんだって。へー、すごいよ、お金作っとった。そうなんですよ、横行していた偽金作りを撲滅させるなど、すごい多方面に活躍した人物なんですよ。へー、すごいよね。そんなニュートンが残した予言がこちら、2060年世界の滅亡。自分が死んだ後やからその適当なこと言って死んだあかんなニュートンがなぜこのような予言を残したのか、はい、まあ、どのようにして予言は導き出されたのか、皆さん知りたくないですか。知りたい。今回の予言は神秘的なものではなく、ニュートンの頭を持って計算し尽くされた本当に起きるかもしれない予言なんです。ほんまかよ。ニュートンの予言。ニュートンは冒頭でも紹介しましたように万有引力を見つけたりと、うんうん、まあ、いった科学者のイメージが強いと思うんです。強いですね。しかしニュートンは、まあ、科学者でありながら、うん、オカルト研究家という変わった一面も持ってたんですね。そうな、大学のサークルとかおかけん、おかけん、そうそう、まあ、俺らみたいなもんやね。おうおう、もう言った政治の仕事もしながら、まあ、言った YouTube やってますみたいな。お、特にね、オカルト分野の一つである錬金術、うん、これ永遠のテーマや。聞いたことあるわ、ニュートンの錬金術。そうそう、これすごい強いんですよね。で、現在ニュートンの原稿っていうのは分かってるだけでなんと329冊分の量があると言われてるんですよ。めちゃくちゃ書いてるでしょ。すごいね。しかもね、錬金術に関する書籍この中の3分の1占めてるよ、ね、おー、すごいでしょ、錬金術師や。で、その一部はイスラエルの国立図書館のホームページで公開されております。実際に何が書いてあるかを直接確認できるようになっているんですけども、うん、そんなニュートンが最重要にしてたことが、どんな鉛などの金属を金に変えることができるという技術。うわ、はい、それが賢者の石の発見。ハリーポッター。そう、ハリーポッターでも墓の錬金術師でも賢者の石って絶対出てきますよね。そう、17世紀の錬金術師が書いた著書の写本の中にですよ、炎のドラゴンと女神ダイアナの鳩を少々、水銀のワシを7羽を合わせると哲学者の水銀という賢者の石に最重要な材料ができる。ハリーポッターの分霊箱もなんかこういうよくあるメッセージを辿ってったよな。ドラクエとかありがちそうねそれで暗号で書かれているんですけども、うんうん、この写本をニュートンは真剣にまあ読んでいたようで、まあ、ニュートンの分析メモがちゃんと残っていると言われていると。ほう、はい、そしてニュートンは錬金術以外にも研究してたものがあります。はい、あ、今ちょっとあくびの方我慢しました、うん、研究してました。え、何を、うん、錬金術。あ、大丈夫ですか、うん、その研究分野が聖書。お、この聖書の研究こそがニュートンが2060年世界を滅亡の予言につながるものだったんですね。なんでよ、はい、ニュートンは、まあ、イエス・キリストを崇拝してるんですけども、ダニエル書と聖ヨハネの黙示録の予言についての研究という本を出版するほど、まあ、キリスト教を、まあ、信じていた。さらにニュートンは自身を聖書の記述を解釈するための使命のため神に選ばれた人々の一人だと考えていたようで、すごいな。聖書の内容には隠された意味、バイブルコードの調査解釈に特に熱心に取り組んでいたというふうに言われています。まあ、僕もダヴィンチコード好きですよ。そういうことよね。だから暗号とか多分解くの得意だったり、うん、隠されたものを見つける天才なんやろうね。そうですね。例えばね、その聖書の中で書かれている、まあ、ソロモン宮であるよ、その特性と金星には地球の大きさとか地球での人間の配置を示しているのでは、ヘブライの歴史の年代記を表しているのではなどを考えていると。へ、僕らがワンピースで考察してるのと同じかな。で、そんなニュートンがなぜその予言を残そうかと、まあ、思ったかと言いますと、そうよね、当時
聖書を読み解いて世界滅亡の日を予言する人が、まあ、多くいたそうなんですよ。でもどの予言も当たっていないと。で聖書をバカにしていると、まあ、考えたニュートンは自ら研究して聖書が正しいものなんだよと、まあ、その真実を伝えたかったそうなんですよ。なるほど。この研究により2060年世界滅亡を導き出したことになるんです。で同時にそれまでは世界は大丈夫だよというふうな予言を残してるんですよ。おお、ちょっと信憑性が出てきましたね。そう、このようにオカルト研究家として多くの活動をしているにもかかわらず、なぜこの部分があんまりこう有名じゃないんでしょうか。そうそう、知らなかったですね。そう、実はあえて隠されていたということなんですよ。なんでよ。なぜかというと命がけの研究、これね面白いですよ。ニュートンはね研究していた錬金術の中にある賢者の石の製造はですね、実は国から禁止されてたんですよね。まあそれね、その金に変えれたらね、うん、これはね悪徳医師が裕福な貴族などに詐欺を働かせないためという理由がつけられてるから禁止なんですって。で、まあ、イギリスとしてはもし本当に賢者の石が発見されてしまうと金が簡単に作られて、見たらもう大量に流出してしまったら、まあ、価値が大暴落して金庫が崩れちゃうからという、そうね、まあ、とんでもないことよね。そう理由なんですけど、まあ、そのために錬金術の研究とかはもう罰則めちゃめちゃ厳しいんやって、まあ、不許可の錬金術研究への罰として有名なのは公式らしいんですよ。でしかもニュートンは冒頭でなんていう役職だったか覚えてますか。役職？そう、科学者。違うんです。え、覚えてます？皆さん、王立造幣局の長官だったんですよ。ああ確かに、ね、お金作る側なのに、うん、錬金術研究してええのってなるよ。確かに。そう、取り締まる側の人間なんだよ、どっちかやったら。そのためニュートンは科学者仲間にも情報漏洩しないよう錬金術に関する著書はあえて出版せず隠していたのではというふうに言われてるんですよ。なるほど、はい、そのため彼の死後公開するべきではない秘密文書として保管された後隠され続けていたということなんです。そして秘密文書は1936年にオークションにかけられた時に錬金術の内容と一緒にニュートンが残した予言は発覚。2007年に中身が公開されるまで、まあ、謎に包まれたままだったよってことなんですね。まあ、それはそうですよね、はい、ではなぜ今まで謎にされ続けていたんでしょうか、うん、それはですねイスラエルの国立図書館にニュートンの文章が残っていることがヒントになります。いや確かにこのイスラエルという国がねまた怪しいっすね。もう一つの顔、ニュートンはですねもともとイギリスの出身なんですよ。しかしなぜ文章がイスラエルの国立図書館にあるんですか。なんでなんですか、はい、それはニュートンがユダヤ教の人間だったためという。うわ出た、見えてきましたね。やりすぎのカメラがもうここまで迫っちゃってますよ。違うカメラなの。繋がってきたね。と違うカメラなんよ。言わして最後、ね、俺小屋さんのカメラなんよ。小屋さん来てるんは小屋さん小屋さん、うん、小屋さん、うん、崩れたよもう。イスラエルという国はですね、ユダヤ人が作った国とされています。そうですね、はい、そしてニュートンのもう一つの顔はシオン修道会19代総長というふうに言われてます。おーおー、いろんな顔があるんですね、うん、シオン修道会とはテンプル騎士団やフリーメイソンなど組織の背後で活動していた秘密結社の黒幕と言われるユダヤ教の組織なんです。また新しい組織出てきたぞ。すごくないこれ。その組織にはなんとモナリザで有名なレオナルド・ダ・ヴィンチも歴代総長に名を連ねてます。そうなんや。さっきダヴィンチコードって言ったけど、そうやな、間違ってない。間違ってなかったらびっくりしてるわ俺が今。そんなユダヤ教のトップであるニュートンの予言は、うん、もしかすると世界にとって不都合の内容も書かれていたため公開はされていなかったのかもしれません。はぁ、なるほどね。あくびしながら言う内容ですか今。はぁ、なるほどね。新しくないですかそのバンドエイジみたいな。いや、ほんまにみたいな、うん、これがほんまの万有引力やな。うん、人は眠気にね、やっぱ逆らえないから。何の法則これ。眠気引力よ。泣いてるじゃんちょっとここ。実際この秘密文書を落札した方はニュートンの秘密文書について、ニュートンは近代科学の最初の科学者ではなく最後のシュメール人であり最後の魔術師だったと言ってる。シュメールまで出てきたぞ。これほんまに今ね小安田をね熱心に毎回見てくださる方は繋がってきたよね。繋がってきたよね。小安田のカメラがここまで入っちゃったんですよ。シュメール文明から続いているね、もらイニシエから続く文明の末裔ということですか。もうツッコミなしですかそう思う、うん、はい、ニュートンを世界最古の古代文明とされるシュメール文明を築いた民族の末裔だというふうに言われていると。つまりね残っていた書物の中で予言以外の内容でシュメール文明について触れる内容があってと、それは世界を揺るがす内容でもあるという、そういうことかもしれないんですよ。とんでもない内容でしょう。いや確かに聖書には本当のことが書いてるみたいな都市伝説ありますからね。そうなんです。そして2007年に全文だけではなく一部の予言だけが公開されました。まだ全文公開されてないんですよね。そうです。この予言だけは公開してもいいと、まあ、裏の組織がね操作したかもしれないということなんですけど、ありえますよね。もしかすると予言を公開することにより、まあ、世界が滅亡へという、まあ、暗示予測プログラミングを、まあ、施しているのじゃないかという小安田は読み解きます。フリーメイソン大好き予測プログラミングだよ。なんつってプログラミング
そんな恐ろしい予言の内容ですが、どのように導き出されたのか、ニュートンのメモは気になりませんか？気になります。2060年世界滅亡、うん、ここで最初の滅亡の予言につながってくるんですけど、まずねこちらのメモ書きをご覧ください。どうですか、日本語で書いてほしい。まあ、日本語で書いたらめっちゃおもろいけどな。ニュートンすごすぎるやん。これね、うん、長いんで今訳がこう載ってると思うんですけども、はい、順を追って説明しますね。まずニュートンはダニエル書とヨハネの黙示録それぞれにある共通した数字に注目したんだって。この1時期2時期半時期を、まあ、1年2年半年と、まあ、捉えて、そして1年はまあ12ヶ月というと30日 ×12 じゃないですか、うん、1260日と、まあ、共通する数字を見つけていくんだ。でまた短命の獣、まあ、イコール人間であると。で長命の王国の年月、まあ、イコール神の国としました。そしたら神の1日は人間の1年と、まあ、解釈することで1260日いた1年間っていうのは1260年というふうな計算にしたそうなんですよ。つまり1260年後のズバリ2060年に終わることになるということにつながってくるんですよ。じゃあなんでね800年から見て1260年先なのっていうことなの。そうね、キリストやったらゼロちゃうの。ゼロ、そう、これのちゃんと理由があります。ニュートンはキリスト教の基本的教義である三位一体を反する考えを持っていたそうなんですよ。へー。しかしローマ帝国が復活し三位一体を良いとする法王の主権が通ってしまいました。それが800年にあった出来事で、これより世界は破滅へと向かうという結論なんです。破滅への論だよね。そうなんです、まさに。しかしどんな風に滅亡するかについてはニュートンの予言からはまだ具体的な内容は分かっておりません。しけしけだぜ。ですが2060年に起こり得る出来事が指摘されました。それが惑星衝突。ようやくね、なんかニュートンっぽくなってきたな。はい、普段のねボヤースタに戻ってきた感じしますけども、ニュートンはこれ以外にもヒントとなる予言を残しています。何がおもろいやん。いや、また惑星とか出てきたわと思って。終末の日を前に邪悪な国が出現するというふうに予言しています。あ、はい、邪悪な国怖いですね。邪悪な国って何ですか。この邪悪な国こそ衝突する可能性がある惑星のことを指しているんじゃないか。おアメリカのジャーナリストジム・マーズ氏が2014年に発言しているんですけども、ニュートンが指定したこの2060年に最接近する惑星があると指摘しています。それがマーズやね。それがね惑星ニビルなんですよ。ニビル、都市伝説好きな人は聞いたことあるんですか。ニビル、これシュメール神話において人類の起源とされるアヌンナキという宇宙人がまあいた惑星なんですよ。そして2016年1月20日、ニュートンの予言にある謎の惑星の存在を証明するかのようにカリフォルニア工科大学の研究チームは太陽系外縁に大型の天体が存在する間接的な証拠を発表。なぜかこれ以降新しい情報はありません。本当に世界にとって都合の悪いことが起こってしまうんじゃないかと。そしてシュメール人の末裔であるニュートンが予言した2060年世界の滅亡にはシュメール文明を築いた惑星ニビルが衝突することを表しているのかもしれません。いかがでしたでしょうか、ニュートンの予言でした。もしかしたら今ジェフ・ベゾスとか、はい、イーロン・マスクとか、はいはい、宇宙目指してますけど、うん、これ惑星ニビル、うん、これ惑星にビルを建てようとしているっていう予言なんじゃないのかなと。どうですか。それでこの2060年までやっぱ地球を脱出していくと。で日本大学府もですねこれに対して真剣に考えていまして、え、何、まあ、やっぱりね2060年っていうことは、まあ、その10年ぐらい前には、まあ、ある程度宇宙に行く体制を作ってからできないと思うんですよね。そんなあるんですか。あるんですよ、はい、それが2050年までに人が脳、体、空間、時間の制約から解き放たれるムーンショット目標というまさしく宇宙に行くためのぴったりの目標がですね、目標が、まあ、用意されとるわけなんですよね。これニュートン惑星にビルを建てるっていう予言をしてたんちゃうかな。どうってびっくりやわ。ビル建てる前にまず家建ててや。惑星に家になっちゃうよ。惑星に家は多分シュメール文明に出てこないから。あ、そう、これはニビルにしといた方がゴロがええなみたいな。まあでもね今回さ戻るけどさ、うん、普通の人が言ってるわけちゃうよ。あのニュートンが言ってんだよ。いろんなその書物やその自分の経験とかさ計算を駆使して導いてる内容なんで、そんじょそこらの予言とは違うと思うんだよね。まあね、2050年にムーンショット目標が実現され、うん、その10年後には本当に惑星の衝突がある可能性があるからこそ人類はそうやってメタバースの世界へと行くのかなとか違う宇宙へ目指すのかなってところに繋がってくるよね。ニュートン。だから最近語呂合わせとか流行ってるの自分の中で、ね、この調子で100万人いきますか今年。行きますよ。行くこの調子。ニュートンも言うてたよ。これが万有引力の法則や。もう2022年ボヤッキースタジオ100万人間違いない。ニュートンも言うてました。言うてる。ニュートン公認です。よろしくお願いします。ニュートン公認 YouTuber ということで今年もよろしくお願いします ね、 皆さんね。自分ですけど、はい、ちゃんと登録してる。みんな登録しててください、ね、お願いしま す、 お願いします。本日の鳥肌ポイントはスコアです。鳥肌スコアやな。210や。ニュートンや。しょうもない。
そうしょうもない。しょうもない。本日の鳥肌ポイントは、ニュートンも、まあいろいろ言うとるらしいけど、まあ、次はまた、どこから、アレイスター・クローリーとか引っ張ってきます錬金術師やから。おー、うん、知りたい。見たい人は、高評価、チャンネル登録。なんで錬金術ってできへんねやろな、金って作られへんやろな。でも作れるんや、ね、作れるけど公開されてないから、やっぱ、うん。なんかロストテクノロジーになったんじゃん、ロステク。なロステクな、うん。ロステクをロスチが管理してるんやわ、ロスだけ。それでは、See you。100万人いくこれ、こんなんで。じゃあこの日本の歴史上実は一番ヤバかったっていうのは、はい、戦争とかクーデターじゃないって言われてるんよね。それが天平の疫病大流行で、735年から737年、このわずか2年の間になんと亡くなった人150万人。だからこれ今の日本の人口に直したら3600万人。これ以上に追い打ちをかけとったら、はい、ほんまに日本終わっとったかもしらんってものがあるんよ。もう日本どころか地球も滅亡しかけてね。地球のわずか483から8047キロの地点を水星群が通過していたってことが分かったよね。ちょっとでも軌道ずれとったら1883年人類終わっとった。黄昏